本日の第1試合、前橋育英高校対吉井高校の試合がただいまから行われます。試合に先立ちまして、両チームのメンバーの紹介をいたします。前橋育英高校、ゴールキーパー梅田裕樹、背番号12、ディフェンダー深川博士、背番号2、吉田和樹、背番号3、若月テル、背番号5、塩田直樹、背番号13、ミッドフィルダー須田光輝、背番号16、西山連平、背番号19、千葉武、背番号23、フォワード高橋優斗、背番号9、高橋直樹、背番号10、室井圭介、背番号11。続きまして、吉井高校ゴールキーパー大和田拓人、背番号1。ディフェンダー堀田正樹、背番号2。川島達馬、背番号3。堀口みなみ、背番号5。神戸良太、背番号4。ミッドフィルダー荒木海人、背番号6。山口雄大、背番号8。黒沢翔平、背番号20。フォワード柳田隼人、背番号10。竹内健人、背番号11。荒井達樹、背番号19。なお、前橋育英高校は黄色と黒、対する吉井高校はピンク色であります。塩です。毎週行って回ってやりたいんですけど。